両号第114潜水艦は、日本海軍の潜水艦。両百型潜水艦の15番艦。1942年の昭和17年度計画により、1942年10月12日、川崎重工業専修造船所で起航、1943年6月19日浸水。1943年11月20日。 川崎重工業神戸造船所で巡航し、二等潜水艦に類別、クレチン受付となる。25日、訓練部隊である、第6艦隊第11潜水船隊に編入された。1944年2月20日、第8潜水船隊第30潜水隊に編入。3月11日、両114は、クレを出港し、南西諸島方面で、 対潜水作戦に従事。その後、クレに戻った。3月25日、第30潜水隊の解体に伴い、第7潜水戦隊第51潜水隊に編入。6月1日、両114は、クレを出港し、再起に移動。4日、再起を出港し、サイパンに移動。11日、サイパンを出港し、サイパン周辺海域に進出。 同年6月12日、懲戒区域に到達したとの報告を最後に、消息不明。アメリカ側記録によると、サイパンの戦いを支援中の米駆逐艦メルビン、バドレーが潜水艦を探知。2隻は爆雷攻撃を行い、潜水艦を撃沈した。これが、旅114の最後の瞬間であり、艦長の赤吉弘隊以下乗員55名、全員戦士。 沈没地点は、テニアン島、西方80階に地点付近、北緯15度02分統計144度10分、北緯15.033度統計144.167度、15.03344.167。7月12日、サイパン付近で防湿と認定され、8月10日に除籍された。ありがとうございます。